孫権殿、伝令から報告ありました。前線の我らの城にダキとリョフの軍が迫っているそうです。ダキとリョフが？厄介な連中に目をつけられたものだ。急ぎ救援に向かうぞ。はい、猛火のごとく駆けつけましょう。あの城は確か周泰と宗尽殿に任せてあったはずだ。あの二人なら大丈夫かもしれんが。ダッキとリョフ、凶悪かつ強力な二人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗尽と周泰、鉄壁の守り手といってもよい二人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎる。孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する東将の戦いが今始まる。ダッキとリョフの目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ孫権様が来る。それまで耐えるぞ。ああ、この宗主公、防衛戦には自信がある。我が身を盾とし何としても守り抜かん。ダッキ率いる大軍が迫っているが、だがこの城は宗主公が必ずや死守せん。孫権様の援軍が来るまで守り抜く。開けろ。まずは城周辺の敵を倒せる。その後隙を見て撃って出る。伝令、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。一丁やるか。旋風砲敵将大使、見事な働きだな。貴公と共に戦う公使いずれも従前よ。ここは一体どこなんだ。日の本の城のような気もするけど。敵将、そこを動くなよ。砕けろ、大ガロラック。勝利が叶う相手じゃねえか。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。この世界に迷い込んだばかりの様子。余計な世話かもしれぬが、手を貸そう。助太刀ですか。ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。助かりました。あの、この城を奴らから守ってるんですか。うん、よければ手を貸してもらえぬか。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。伝令、西から敵の防衛が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援も許せ。我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。すごい、文句なしです。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。って思ったら城が危ない。大将、それが食い止める。無人の手本とすべき活躍よ。開けろ。
なんて見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。よし、間に合った。ここに伏兵を置けば敵の増援を崩せよう。総隊、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。田口よ、来い。指導を手を出させる。ほう、俺を阻むとはいい度胸。待たせたな。引っかかったな。なぜここに敵が。敵将、シルガー討ち取った。父上と張り合うなんて敵も侮れない。やはや随分やるものですな。私たちも気を引き締めねば。城はひとまず守れましたね。だが押されている。このままではじきに突破されよう。敵さん、案外しぶとい。でも、これで終わりかな。ね、陣球さん。共に行かん。わかったね。攻撃の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかける。攻撃を放っておいたらヤバいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が大筒を止めてくる。島津は最後まで諦めない。豊久殿を死なせてはならん。誰か援護を頼む。文句なしです。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。よし、カラップは止めた。あと一つだ。あの若武者、一人で敵陣に。俺たちももっと頑張らねえと。必ず城を死守する。敵陣へ向けて攻撃を開始する。みんな私に続け。よし、これで砲撃は止まったぞ。見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。みんな、よく持ちこたえてくれた。これよりは我らが共に戦おう。ふざけろ。おお、尊賢殿、これで流れも変わるだろう。みんなのおかげで守りきれた。もう尊賢さんたち来ちゃったの。城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくる。なかなか熱いやつだな。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と靴輪を並べようとはな。だがこれほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。最後の刀匠の力、まことに心強い。チェスト。何、この子ちょっと残念な感じなの。宗神殿、もし答えてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくて
みんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺、鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますから、よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。